はい、今回の動画ではフォトショップで写真の一部を白黒にする方法を解説をします。で、どういったことかというとですね、まあ、今回のこの写真でいうとここのビールの、ね、写真がありますけども、このビールの部分だけをですね、このカラーのまま残してこの背景を白黒にするといったことが、フォトショップではできます。で、そうすることによってですね、このビールの部分がこう目立ちますんでね、まあ、そういった効果をつけたいときに非常に便利な、ね、機能になりますんで、早速そのやり方を解説をします。じゃあそれではですね、まずこの今回このビールの部分のね、このだけをこのカラーの色を残したいので、まずこのビールのところを選択をします。で、選択の仕方としてはいろいろありますけれども、まあ、今回の場合はこのこちらですね、この筆みたいなマークのこのクイック選択ツールを使って選択をしていきます。で、これをクリックをして、あとはこの辺をこうドラッグしていくと、こういった形でですね、この今ビールのところが選択されます。で、ちょっと余分なところが今これ選択されちゃったんで、この場合はオルトキーを押しながらこの辺りをクリックすると、この余分なところを選択を解除することができます。はい、まあ、こんな感じでいいですかね。はい、で、まあ、今回はですね、このビールのところを、カラーにして、この背景を白黒にしたいので、今これだとこのビールのところが選択をされてますんで、この選択を反転しないといけません。この背景を選択をしないといけないので、この場合はですね、この選択範囲というところをクリックをしてもらって、この選択範囲を反転というところを選びます。はい、そうするとですね、この今背景のところが今度は選択された状態になりますんで、この状態で今度はこのイメージというところをクリックします。で、この色調補正のところにマウスを持っていってもらって、この右側に出てきたこのウィンドウの中にこの白黒というのがありますんで、こちらをクリックします。はい、で、まあ、今回特にこの辺の色味の調整はなしでいきますんで、OK を押します。はい、そうするとですね、この背景のところが白黒になりましたんで、あとはこの選択範囲のところで選択範囲を解除で確定をさせます。はい、そうするとですね、この背景が白黒で、今これ見てもらっているようにビールのところだけがカラーになるんで、このビールのところがすごくね、際立つ効果がついたということですね。まあ、こういった形でですね、ある一部分のこの色のところですね、というのを強調したいというときにですね、この白黒ですね、この写真の一部を白黒にするこのね、使い方っていうのもうまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきましてありがとうございました。